グレナディアーは、アメリカ海軍の潜水艦、タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、パラメの魚、そこだらかの総称にちなんで命名された。ホキーワラヒゲグレナディアーは1940年4月に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。11月29日に、ウォルター・エス・アンダーソン夫人によって命名、浸水し、1941年5月1日に、 艦長アラン・アール・ジョイス少佐の指揮下収益する。6月20日、グレナディアーは O-9 捜索に参加する。O-9 は、ショールズ諸島沖での潜水訓練に失敗し、浮上することができなかった。グレナディアーは2日後に行われた遭難者の追悼式に参加した。カリブ海での成長後、グレナディアーは11月5日に、修理のためポーツマスへ帰還した。 日本軍による真珠湾攻撃の3週間後、グレナディアーは潜水艦隊に加わるため太平洋へ出航した。2月4日、グレナディアーは最初の紹介で日本近海に向かった。2月9日にミッドウェー島で燃料を補給して出航するが、出航直後に9番発射艦の外装扉が開かなくなるという事故が発生し、事故原因は帰港するまでの間は特定できなかった。 2月26日には、ポンプ室が水浸しになる事故も発生する。紹介では何隻か目標を発見し、3月7日午後には、北緯36度38分統計141度00、分、北緯36.633度統計141.000度、36.633、141.000の地点で2隻の輸送船を発見し、 特設運送船朝日山丸に魚雷を命中させて、撃破した。3月23日、グレナディアーは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がウィリスエーレンと中佐に変わった。4月12日、グレナディアーは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。グレナディアーの予定紹介海域は、上海と横浜、台湾と長崎の各航路が交差していると見られた。 4月25日昼頃、北緯30度09分統計143度08分、北緯30.150度統計143.133度、14 30.150143.133の地点を、成功中のグレナディアーは、レーダーで5マイルから6マイルの距離に航空機を探知し、急速先行を行う。 一方、空母小和取の艦載機が先行しつつある、クレナディアを発見し3発の爆弾を投じるが、クレナディアに打撃を与えるには至らず、特に3発目の爆弾は、クレナディアから離れたところに落ちた。5月1日夜、クレナディアは、北緯32度05分統計127度41分、北緯32.083度統計127.683度、 32.08327.683の地点で貨物船を発見し、魚雷を3本発射して2本を命中させ撃沈した。グレナディアーは日本船とばかり思っていたが、実は同盟国のソ連船アンガルストロイであった。アンガルストロイは4月18日の同リットル空襲の手引きをしたのではないかという疑いで一時打捕され、4月28日に 釈放されたばかりであった。二日後の五月三日には小型トロール船と小型貨物船、橋立があったと応募式艦艇を発見するが攻撃するには的が小さかったり距離が遠すぎるなどの理由で攻撃しなかった。五月四日から六日までは価値ある目標を求めて鹿児島湾港に移動して紹介したが3班しか見なかったので再び成功する。5月8日夜。 クレナディアーは北緯30度45分統計127度40分、北緯30.750度統計127.667度、12 30.750127.667の女島島台南南西255キロ地点で魔港に向かう第109戦を発見した。19時35分、クレナディアーは最も大型の火脚船太陽丸に向けて魚雷を発射した。 後部に一本、全部に二本命中させ、太陽丸は、積み荷のカーバイドが発火して船体は傾斜し21時、前後に沈没した。太陽丸には、南方占領地に赴任する学者や、技術者、及び経済発展に従事する予定の要人や、台湾のカラス山頭ダムの建設に携わった、水利技術者の八田与一ら多数が乗船していたが、そのほとんどは死亡しこれらの人材の喪失は、 日本の占領中営、ひいては戦争遂行努力に対して少なからぬ打撃を与えた。5月12日にも500トンから1000トン程度の小型船を発見する。5月25日、グレナディアーはミッドウェイ島近海に急行するよう命令を受け、5月30日には指定された海域に到着。日本艦隊がミッドウェイ島に接近しつつあり、グレナディアーは他の潜水艦ともに、 ミッドウェイ島西方に配備された。アメリカ艦隊が日本艦隊に300年間で最初の敗北を与え、海戦に勝利した。グレナディアーは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰投し、グレナディアーの艦長はブルース・エルカー少佐に変わった。7月13日、グレナディアーは3回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。トラック周辺は、 紹介艦と紹介機によって警戒されており、クレナディアーは合計28隻もの日本の艦船を発見したものの干渉や紹介機の存在はほとんどの攻撃を断念させるのには十分であり、この紹介で行われた唯一の攻撃は7月30日に北緯07度11分統計151度22分、北緯7.183度統計151.367度、 7.183151.367の地点で発見したカビエンに向かう途中の特設運送船んクレメンテ丸に対するものであった。グレナディアーは魚雷を3本発射し、うち2本の命中を報告したが、日本側の記録は回避したとある。9月18日、グレナディアーは67日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。10月13日、 クレナディアーは4回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。10月29日夜、クレナディアーは、トンキン湾港、20時現在の1北緯20度24分、統計107度14分、北緯20.400度統計107.233度、20.400、107.233に近い、ハイフォンに、11月12日未明、クレナディアーは、 北緯11度18分統計109度02分、北緯11.300度統計109.033度、11.300、11. 109.033の地点で輸送船を撃破。直後から護衛艦の反撃を受け、海水が電池を浸して、塩素ガスが発生。これを浴びた何名かの乗組員は気頭まで頭痛と、吐き気に苦しんだ。11月16日昼頃。 北緯12度52分統計114度19分、北緯12.867度統計114.317度、12.867114.317の地点で次々と煙を発見したグレナディアーは相手がタンカー1隻を含む6隻の輸送船団であることを確認し夜に入っての攻撃を決定する。しかし最終的にはこの輸送船団、 三尺区から真高に向かっていた第450、戦団を護衛していた、駆逐艦左内に追い払われた。11月30日の明け方には、北緯零零度47分統計119度27分、北緯零点783度統計119.450度、零点7 8 3十1 9 4 5 0の、マカッサル海峡で、従順洋艦と駆逐艦に護衛された。 流上がタクボと思われる艦船を発見したものの、距離が遠く、グレナディアーは浮上して、位置を打電した。12月10日、グレナディアーは58日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投。艦長が、ジョン・エフィッツ・ジェラルド少佐に変わった。1943年1月1日、グレナディアーは5回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。1月10日、 グレナディアは、南位06度16分統計112度40分、南位6.267度統計112.667度、マイナス6.267、1二2 6 6 7の地点で、浮上方線により、日本の国旗を掲げていた60トンのスクーナーを、撃沈。翌1月11日には、南位06度26分統計112度55分、 南6.433度統計112.917度、マイナス6.433112.917のマドゥラ東近海で3000トン級の貨物船を発見し、魚雷を3本発射したが、相手も微砲で反撃を開始し、結局相手をスラバヤ方面へと逃してしまった。1月12日、南06度27分統計112度52分、 ミ6.450度統計112.867度、マイナス6.450112.867の、バウエアン島近海では死刑を栄光している750トン級の小型船を発見したグレナディアーは、魚雷を発射するまでもないと判断して浮上し、小型船の背後に回った。しかし、反撃に手こずり、3インチ砲と20ミリ機銃により、撃沈したのは夜に入ってからだった。 1>, 1月13日には小型潜水艦を発見。小型潜水艦は元はオランダ海軍のもので、それを日本海軍が扶養させて最終駅させたものだろうと推定されたが何事もなく通り過ぎていった。1月22日、南01度26分統計116度56分、南1.433度統計。 紹介の残り期間は、マカッサル近海やボルネオ島沿岸部の旋回を航行したが、不規則な海底の状態により、ソナーが使い物にならず、成果は上がらなかった。1月31日、この紹介最後の攻撃が、南位04度59分統計119度01分、南位4.983度統計119.017度。 マイナス4 9 8 3 1九9 0 1 7の地点で小型船に対して行われたが発射した3本の魚雷は命中せず、グレナディアーは爆雷攻撃で追い散らされた。2月20日、グレナディアーは51日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。バッファローにあるグレナディアーの記念碑3月20日、グレナディアーは6回目の紹介でマラッカ海峡方面に向かった。 マレー半島西岸及びタイの沿岸を偵察し、グレナディアーは4月6日、プーケット島沖で貨物船を発見し攻撃し、うち一隻に命中弾を与えて海岸に座礁させたと判断した。4月20日の夜にも2隻の艦艇を発見、攻撃のため接近するが途中で見失い、翌21日朝再び発見した。グレナディアーは攻撃準備に取り掛かったが、 この時、付近を戦団護衛中の特設砲艦、コースサチマルがグレナディアを発見した。また、第936航空隊の艦上攻撃機もグレナディアを発見し急接近してきた。コースサチマルは、グレナディアを追跡したが見失い、艦上攻撃機は、グレナディアに250キロ対戦爆弾を投下した。グレナディアも急速先行を行い、グレナディアのフィッツジェラルド艦長は、 ここは120から130フィートの距離があるので安全だと説明したが、ちょうどその時爆弾が炸裂。グレナディアーは振動して15度から20度傾いた。動力と照明は完全に停止し、82メートルの海底に鎮座した。操打室では火災が発生した一方、乗員は必死に修理を試みた。海底で13時間が過ぎ、 何名かの乗組員が倒れるに及んで浮上を決意。21日の夕刻に、グレナディアーは、浮上。どうにか修理は一応成功したが推進システムの、損害は、完全には、回復不能であった。艦の放棄とジャングルへの脱出ができるようにするため、グレナディアーのフィッツジェラルド艦長は艦に砲をつけて、海岸に近づこうとした。しかしながら夜通し行われた作業は、結果論としては、 無意味であった。翌4月22日を明け、グレナディアーの疲れ果てた乗組員は2隻の日本軍艦艇が接近するのを発見した。9時5分、第936航空隊の1機がグレナディアーを発見した。フィッツジェラルド艦長は、動力なしで280フィートの水中に先行停止するのは望ましくないとして、乗組員は艦の放棄するため、機密文書を焼却し始めた。 日本軍機はグレナディアーへの攻撃を続けたが、グレナディアーも機銃で応戦し、日本軍機が二度目の通過をした際に命中弾を与えた。被弾した日本軍機は離脱したが、入れ替わるように特設捕獲猛艇長コマ丸が接近、品種のグレナディアーに対して砲撃を開始した。ここに至って、グレナディアーのフィッツジェラルド艦長は観念して、白旗を形容して降伏し、 乗組員は艦を放棄するため全ての排水口を解放した。艦は沈み、8名の士官と68名の乗組員は全て日本軍の捕虜となった。なお、4月6日に攻撃した貨物船と最後の戦いで交戦した日本軍機はそれぞれ撃沈及び撃墜と認定された。彼らは4月23日にペナンへ連行され、質問、殴打された。 彼らは別々の収容所に収監され、マレー半島に沿って移動された後、海軍徴用船浅間丸などで最終的に日本本土へ連行され、大船収容所や福岡、全通寺などの収容所に放り込まれたほか、一部は足尾銅山での使役にこき使われた。グレナディアの最後に関する情報は、1943年11月27日にオーストラリアに到達した。 非人道的な扱いにもかかわらず、グレナディアーの乗組員は、福岡の収容所で告示した4名を除いた、フィッツジェラルド艦長を含む残り全員が2年間の収容所生活を生き残り、終戦後の1945年9月4日に、解放されて9月12日に、グアムに到着した。グレナディアーは、第二次世界大戦の選考で4個の従軍聖賞を受賞した。また、 グレナディアを降伏させた、長高丸は1944年2月13日、ペナントを向かみ先沖合 42km 地点で、イギリス海軍の潜水艦、ストーンヘンジの来撃で撃沈された。グレナディアの記念碑が、ニューヨーク州バッファローのバッファローエリー軍、ネーバルミリタリーパークの一角に展示されている。ありがとうございます。